二高圧肝腸、各4リットル肝腸とは、肛門及び直腸を経由して腸内に液体を注入する医療行為、もしくはそれに使用する薬剤や器具の総称。主に、便秘治療、検査、手術前や、出産時の腸管内排泄物除去のために行われ、グリセリン液やクエン酸ナトリウムが薬剤として使用される。通常日本では一種でなければ、 干潮を行うことはできないが、以下の条件を満たしている、一般用の干潮剤を使うことができる。ただし、健康状態が良くなかったりする状況で行うなど、一般用であっても、医療行為とみなされる可能性がある。干潮は主に以下のような目的で行われる便や、ガスの排泄促進大腸内の洗浄、X 線撮影や CT のための造影剤、注入腸重積症、 超年点の治療代帳を経由した薬剤の、投与食事が困難な患者に対する水分、栄養補給現在、主な目的は1、2、3、4、であり、5、6、は口実の理由により行われることは稀である。また、一般に肝腸といった場合は、1、2、を目的とすることがほとんどである。しかしながら近年、 1,2 1の目的では下剤を用いる場合が多くなっており、干潮が使われる場面は減っている。これは、どちらの目的であっても、下剤は、干潮を完全に置き換えるものではない。下剤が適している症例、干潮が適している症例それぞれがあり、新薬の登場により、下剤を用いた方が容易で安全に処置できる症例が、増えてきた結果である。 感腸と下剤の両方が処方可能である場合において、感腸を嫌う患者が多い、また、指術者にとっても汚れ仕事で患者に嫌われる行為で、あるにもかかわらず、診療報酬が低い、などの理由で下剤が選択される傾向が高いのが理由となっている。バリウムが最も広く行われる感情である。薬剤として、クリセリン希釈液を用いて排泄を促進させ、 便秘治療、大腸内視鏡検査、手術の前処置として行われる。状態がひどい場合は、適便の上で干腸する。は、内視鏡や造影剤を使った検査の前処置として、下剤と併用して行われる。また食中毒などの際、腸内の細菌、毒素を洗い流す目的でも行われる。医学的根拠はないが、民間療法の延長で、 排便反射機能回復訓練、美容、健康増進などの目的としても行われる。は、治療を目的としたものではなく、大腸検査のためバリウム造影剤を注入し、腸を膨らませる。は、その他の肝腸とは異なり、物理的な圧力による外科的治療法である。バリウムや空気を注入することにより行われる。この治療法が適用できるのは、 比較的軽度かつ発症後数時間程度の間のみである。一定時間以上経過すると腸が壊死を起こすためこの治療法は危険になる。比較的重度、頻繁に再発する場合などは回復手術が必要となる。は、液体を用いる肝腸で行うとすぐに排泄が起こり効果が薄いため、特別な理由のない限り罪悪を用いる手法の方が一般的である。 入児の麻酔などで一部利用される。は、冒頭でも述べられる通り、医療的に大きな効果が期待できないこと、点滴等のより効果的な手法があることなどから、ほとんど行われていない。出産前に行われる浣腸は、大腸内の瓶を排出させることで出産中の、痛みによって排便が起きたい字などが汚れるのを防ぐと、同時に陣痛を促進させる目的もある。 出産前の艦長は、管理的に行われているだけでなく、医学的にも一定の理由があるのだが、排泄行為に対する禁忌や周知などから患者に嫌われる医療行為であり、さらに、本来出産は病気とは異なり、生命活動の一環であるにもかかわらず、病気と同じように医療行為がなされることはおかしいという考えから、特にひどい便秘でもない限り出産前に艦長が、 行われることは少なくなっている。このように、官庁は様々な目的で行われるが、一般に官庁といった場合、前述の通り1、二を目的としたものが主である。よって、以下の説明も、1、二を主体としたものになる。ディスポーザブル干潮ディスポーザブル官庁プラスチック、容器などに、あらかじめ調合された薬剤が入った使い捨てタイプで、最も広く利用されている。 形状としては、乱形の容器のものと蛇腹式の容器のものがある。同様の形状をした、繰り返し使用できる器具もあるがこれは、ディスポーザブル干潮には分類されない。代表格は、一軸干潮で、一般家庭で使用されるのはこのタイプである。また、最近では、医療機関でも、クリセリン干潮を行う場合は、シリンジ干潮ではなくディスポーザブル干潮が、 使用されるようになってきている。日本で販売されているディスポーザブル干潮はほぼすべてグリセリン干潮で、濃度は50%前後である。本質的な違いは容量だけであるが、一般用と医療用で種類が分かれている。薬局で購入できるのは一般用だけである。一般用の容量は5トル4 0トル程度である。 大人用としては 30ml、40ml で通常であればこの容量で十分な効果があるが十分に効果が得られない場合はもう一つをさらに注入する。医療用の容量は 60ml から 150ml と一般用よりも大きい。ただし医療用のものは必ずしも全てを注入するわけではなく医師の判断で患者の状態に合わせて 調節できるように余裕のある容量となっている。注入用の管は医療用では1 0トル程度以上のロングチューブタイプである。一方、一般家庭向けではロングチューブタイプは少なく3トルから5トル程度のものが多い。手軽に利用できる反面、肛門間近に注入されてしまうため十分な効果が得られるまでに時間がかかる上、 便意は早く強まってしまう欠点がある。しかし、家庭で行う程度の軽い便秘の治療であれば、十分な効果が期待できる。逆に言えばこのタイプの肝腸で解消できないような症状は医療機関に頼るべきである。シリンジ肝腸シリンジ肝腸に吊り下げ、水圧を使って薬剤を注入する方式で、1000ml2000ml の大量の薬剤を、 注入する場合に用いられる。この際に用いられる薬剤を入れる容器をビルリガートルと呼ぶ。ディスポーザブル艦長やシリンジ艦長では直腸 S 字結晶程度までにある瓶を排泄させるが、高圧艦長ではさらに奥の下行結晶横行結晶付近までを洗浄できる。しかし、上行結晶以降は艦長での洗浄は難しい。かつては、 大腸内視鏡検査などの大腸内の大部分の排泄物を除去する必要のある検査の前などに用いられていたが近年ニフレックなどの蛍光腸感染状剤が用いられ肝腸は補助的な役割を担っているこれは肝腸は上記の通り肛門近くの腸の洗浄には優れるがどうしても腸の深部に瓶が残ってしまうためであり下剤を用いれば 深部からの完全な洗浄が可能なためである。下剤を用いた後に、さらに瓶が残留している場合の洗浄に、高圧干潮が用いられる。同じ手段を用いるよりも、局所的に適用できる干潮の方が適していることと、何より、下剤の多重の投与は体に対する負担が非常に大きいためである。美容と健康に良いとして、 腸内を洗浄することも行われるが、効能について、現在のところ医学的な裏付けはない。エステなどの延長として行われているが、場合によっては、医師免許を持たない者が手術するところもあり、注意が必要である。小腸から大腸へ入るところには、解剖弁という逆止め弁があって大腸から小腸への逆流を防いでいるため、 肛門から薬剤を注入しても大腸内の洗浄しかできず、小腸の洗浄は不可能である。便秘治療をはじめとして、排便を促す目的の肝腸では、腸内の瓶を柔らかく脂瓶の滑りを良くする大腸を刺激し大腸の全動運動を促進するという二つの効果のうち少なくとも一方を満たす薬剤が肝腸液として用いられる。 排泄を促すために使われる薬剤として、最も一般的なのがグリセリンである。グリセリンは油脂を構成する成分の一つであり、人体に対して毒性が低いことも、肝腸液として適している。水とよく混ざる特性を持ち、グリセリンを腸内へ注入すると、浸透圧によって、大腸を刺激し前動運動を促進させるとともに、瓶を溶かし柔らかくする。また、 潤滑油の役割を果たし瓶の滑りを良くし、排出しやすくするといった二つの薬効を持つ。浸透圧による腸への刺激、また、前動運動によって直腸へ押し出された瓶が、直腸に圧力をかけることで、便移中枢が刺激され、注入後3分から5分程度で、強い便移が起こる。クリセリン原液を使用すると刺激が強すぎ、腸壁を損傷する恐れがあるため、 水で薄めた50%から30%の薬剤が使用される。また、再加効果が高く他の薬剤に比べて、少量の注入で十分な効果があるため、10ml、200ml が処方される。その他、石鹸水、食塩水などが用いられる。石鹸水の場合は、両方の効果を果たし、食塩水は全動運動の促進効果のある薬剤である。 また、刺激の少ないぬるま湯が用いられることもある。これらの薬剤はグリセリンよりも多く、5 0 0ミリリットル2 0 0 0ミリリットル程度の量を注入することもある。いずれの薬剤を使用するにせよ十分な効果を得るためには注入ごと排出するのではなく、便意を感じ始めた後も一定時間我慢させる必要がある。肝腸はディスポーザブル肝腸が、 家庭に普及していることからもわかるように、それほど難易度、危険度の高い医療行為ではないが、器具に不備があった場合、適切な手順を取らなかった場合などには、危険な事故につながる可能性がある。家庭で干腸を行う場合、以下のいずれかに該当、もしくは該当する可能性がある場合は中止し、医師に相談するべきである。 腸内に傷及び肛門に痔がある場合妊娠している。場合病中など体力が衰えている場合腹部に、包合などの傷がある場合非常に頑固な便秘の場合、グリセリン肝腸の場合、腸内に傷がある患者に肝腸を行うと、グリセリンが血液中に流入し、溶血や腎不全を起こす危険性が高い。また、排泄物が侵入することにより、腹膜炎を起こす可能性がある。 処置前には、傷がなくとも、挿入管挿入時に不適切な体位を取っていたり、深く挿入しすぎたりした場合、腸壁を傷つけ、同様の症状を起こす、可能性がある。妊婦の場合、子宮収縮を起こすため、流行流産の危険性がある。肝腸は、強い便意を促し、それに伴い排泄時に強く息むことになるため、体力を消耗する。体力が衰えた状態では、 医師の監督のもと行うようにする。腹部に包合などの傷がある場合、肝腸に伴う内臓の動きの活発化や排泄時の息身によって傷が開いてしまうことがある。非常に頑固な便秘の場合は、瓶が固まり肝腸でも排泄できなくなっている場合があり、この状態で肝腸を行うと排泄できず、腹板を悪化させることになる。早急に医療機関にかかり、 医師の判断のもと、適便など適切な処理をする必要がある。また、実際に浣腸を行っても排泄が起こらない場合には、即座に医療機関へ相談するようにする。便秘治療においては、浣腸はあくまで症状緩和の応急措置として認識する必要がある。ほとんどの便秘症状は、精神的な要因や生活習慣の乱れなどが原因で発生する一時的な ものであるため、肝腸によって症状を解消させれば十分である。しかし、慢性的な便秘の場合は繰り返し肝腸を行う、ことで肝腸に対する慣れが生じ、便意をより感じにくい体質になるなど、かえって症状を悪化させる要因となることがある。数回肝腸などによる排便を行っても、便秘症状が続いている場合は、医師の指導のもと、食事療法など、 抜本的な治療が必要である。また、便秘は、大腸癌などの腸疾患の症状として現れている。可能性もあるため、長期にわたって、便秘症状が続く場合は、安易な判断は避け、医療機関にかかり、検査を受けるべきである。どのメーカーの製品も中身の成分はほとんど変わらないが、注入口の長さ、太さ、根元の形状が微妙に異なる。ありがとうございます。